おはようございます。滝和人です。8月13日、お盆の日ですね。札幌市の大通りを走っています。テレビ塔のイルミネーションは消えて、テレビ塔は闇の中に沈んでいます。天気予報ではなんとか持ちそうなんですけれども、久々のロングランになります。どんな旅になるのかとても楽しみです。国道12号線です。普段はすごい量の車が流れているこの道が、朝3時半でこんなに空いてるんですね。走りやすいですね。国道274号線です。北広島付近を走っています。夜が少しずつ明けてきました。霧雨が降っている感じですね。雨というほどではないんですが、かなり霧になっています。路面は濡れていますね。ウェットです。ちょっとコンビニ寄りましょう。こういう時コンビニってありがたいですよね。どうぞ。はい、国道274号線です。霧の中、少しずつ夜が明けつつあります。三河町を走っていますね。274号線です、時刻はほぼ4時半ですね。だいぶ明るくなってきたというか、もう日の出が近い感じになっています。さて、川端までやってきました。次の信号を左折して、夕張方向に向かいたいと思います。国道274号線、夕張からのこっちは関庄樹海ロードと呼ばれています。昭和の終わりか平成の最初に開通した、まあ、新しい、比較的30年前ですけどね、比較的新しい国道で、ほとんど民家のないところをずっと縫ってですね、関庄という名前の通り、石狩と十勝を結ぶための山の中、樹海を縫って走っている、まあ、一般国道ですね。道路自動車道が開通するまでは、まあ、陸上の、大動脈として、道東と、ね、札幌県を結ぶ大動脈として、まあ、大型トラックが非常に多く行き交う、そういう道でした。まあ、今でも、高速料金をかかることを嫌う大型トラックは道のすく時間帯、今も休んでいらっしゃいますけれども、道のすく時間帯などに多く走っています。こういう景色の中を走れるのは幸せですね。まあ、安全に気をつけていきましょう。午前5時を回りました。すっかり朝です。ああ、綺麗だ。景色が綺麗ですね。いやー、ツーリング来てよかった。まだこれからなんだけど、おー、あ、すごいな。あと23キロ。これは三河ですかね、保別川ですかね。この湖畔がね、長いんですよね。美しいな。
そしてこのカーブ、路面はね、まあ、割とグリップいいんですけど、ここでスリップダウンとかしたらツーリング終わっちゃいますね。気をつけてゆっくり行きましょう。カーブ、おーカーブ、カーブ好きなんですけどね。濡れた路面は気をつけないといけませんね。日高まで18キロになりました。おー、樹海ロードっていう感じですよね。さあ、元津トンネル924メートル長いですね。よいしょ。はい、あ、我が愛機愛機だって。モトグッチ V7 スペシャル2013年モデルですけど、2万8000キロ、相当距離超えましたね。ツーリングで大変なのはその体が硬化するとかですね。で、僕はすごい頭痛と肩こり持ちなんですよ。で、それが起きないように、体をほぐしつついかないといけないんですけど、すでに肩凝ってますもんね、今。これ良くないんですね。だからちょっと早めに休憩を入れて、肩をほぐしていきたいと思います。はい、ここ幻想的、こんな感じですね。はい、それではまた後ほどお会いしましょう。滝克彦でした。トンネル入ります。あ、綺麗だな。ツーリング来てよかったツーリング来てよかった。はい、車間を詰めすぎないように気をつけましょうね。また、東半車線がやってまいりました。はい、すみません、失礼します。今だったら9キロだね。9キロだったらもう一着休んだ方がいいのかな。ここも鉄板が滑りそう。あー、前に出たかった、前に出たかったですね。前に出たかったですね。あーおー、美しい。さあ、日高町入りました。下っていったら日高の町ですね。はい、じゃあここまでにしましょう。